皆さん、こんばんは。今日は2022年12月8日木曜日です。今日のテーマは中国のゼロコロナ政策は大幅に緩和しました。しかし、これからは大変です。今日、中央政府は新しい政策を発表しました。内容を報告したいと思います。内容はですね、本当に長いんですよ。でも、私はですね、えー、まとめました。 一つ、閉鎖は禁止です。どんな理由であっても、都市の閉鎖、団地の閉鎖は禁止です。医療機関が現地の状況に合わせて、一時的な閉鎖は可能です。例えば、感染者が多い団地に対して。次ですに、教育機構、政府の機構など、特別の機構を除いて、PCR 検査陰性証明書、健康バーコードの確認は不要です。 他の地域に、例えば、死をまたいで、例えば、北京から上海に行くとか。ですと、現地についての PCR 検査は不要です。3. 重症ではない感染者。家で隔離することです。4. 団地が閉鎖になって、5日間新しい感染者が出なければ、オープンにすることです。5. 咳止め。熱を避ける薬。 抗生物質、な、どなど、そういう風邪薬ですね。の購入は自由です。政府はそれを止めてはいけません。六、60歳以上の方に対してワクチンの予防接種を推奨する。七、糖尿病、人造の病気、例えば人工透析とかですね。そして心臓の病気、ガンとか、などの患者さんの通院は可能にすることです。八、生産再開する。経済、 活動を止めてはいけません。お店の営業を禁止してはいけません。9. 住宅の消防通路、避難通路をチェックすること。すべての扉をロックにしてはいけませんよと。10。感染者の少ない学校は授業を再開する。感染者が多くなってくるとオンラインで授業すること。そういうふうに指導しましたね。この新しい施策はですね、発表されて、 中国はこれから完全にオープンとなっていきます。つまり行動は自由となってきますので。この人はですね、習近平と同じ大学ですが、中国の感染病管理センターにいるですね、この先生です。責任者ではあるんですが、記者会見で話をしました。中国はこれからオープンになります。これはもう決まりました。全面的に我々は コロナと共存していきます。生存していきます。基本はウーポンにします。東海にしても、農村部にしても。話の内容についてですが、非常に長いんですが、でもまとめました。オミクロンは消えることはないんです。感染者はゼロにはならないです。感染力は非常に強くて、マーシーンと同じレベルです。でも、軽症の方が多いんです。無症状の方も多いんです。 これから感染者は増えるのは間違いないんです。もし一瞬でみんな感染して、みんな免疫力ですね、持つようになってきますので、つまり集団免疫になってくるので、もう感染はしません。オミクロンは人類と共存することになりますので、これから普通のインフルエンザになります。でも年に1回でしょうか ?2 回でしょうかまだわかりません。 感染者の数は最初少なく、感染者が増えていくとピークを迎えます。ピークの数字ですね。現地の人口の50%から60%の方が、まあ、感染するでしょうと予測します。それから感染者が徐々に減っていきます。最終的に70%から80%の方は市民ですね。感染すると落ち着いてきます。 感染者は増えないように、都市の閉鎖は考えていません。唯一できるのは、人と人の距離を保つ、あるいは離れることですね。つまり、日本の三密ということです。例えば、飲食店の店内での飲食は禁止。あるいは、できるだけ在宅勤務にするとか、あるいは、娯楽業の営業は禁止とか、そういう命令は出します。 しかし、禁止にしても、そういう期間を短くします。経済が崩壊してしまうんです。病院のパンクラインですね。と、経済の活動の維持。この二つを同時に考えていくんです。バランスをとっていきます。これから、感染者以外の濃厚接触者の、と、準濃厚接触者の追跡は、統計ですね。しませんと。目的としては、 医療機関を守るためなんですよ。できるだけ入院させないことです。ベッドのをです、ね、病院のベッドですが、重症の方、あるいは持病を持つ方に対して提供することです。そして、医療関係者に対して新しい教育をしていく。まあ、訓練もしていきますが。そして、国民への推奨事項ではあるんですが、みんな1回ぐらいは感染します。まあ、これは衰退ですと言っていました。 人の混み合うところには行けません。行かないことです。学校でも学生同士、あるいは先生との距離を離れましょう。マスクは絶対です。手を洗いましょう。よく消毒すると感染するリスクは減りますので。でも感染されても怖くないんです。特に大学生にはですね、無症状の方が多いんですよ。 40%以上の感染者にはですね、症状がないんです。50%の方は症状は出てるんですが、でもとても軽いんです。10%の方は熱は出ます。でも高熱ではないんです。もし自分が感染して、他の人にうつってしまって、自分を責めることはしないでくださいと。学校のルールに従って、学校の環境は特別であって、 学校は社会とは違います。薬についてですが、何でもいいんです。今まで飲んできたそういう風薬で対応してくださいというふうに言っていました。それからですね、記者からそういう質問があってですね、まあ、彼は答えていくという形ですが、吸入式のワクチンについてですね、聞かれました。今は開発できました。ただし、どういうふうに推進していくというのはまだ決まっていないです。 お金はどういうふうに負担するのか今は考えているところです。そして各地域の人口、社会の構成によって感染者、という数字のピークですね、を迎える時期は近いできます。予測ですが、一つの都市感染者が出てきてピークを迎えるには40日間、5十日間以上かかります。人口の数、密度、移動の頻度とも関係ありますが、 中国政府として、まあ、オープンにするよと発表しましたが、でもこれは先週の話ですが、すぐに撤回しましたね、まあ。撤収しました。当時政府の考えですが、ワクチンを先に推進しようと。ある程度みんな抗体ができてからオープンにしようと考えていたらしいんですよ。しかしですね、中国のワクチンっていうのは、この1年半ぐらいですね、全然やってないんですよ。 最初はですね、ワクチンが中国で世界一番ですね、早く開発として量産できましたし、そして予防接種率も90%以上ですと実証していますので、自慢もしています。それがですね、この1年半ぐらいですね、全然やってないんですよ。なので、ワクチンは大体ですね、受けたとしてももう効果はないでしょうというふうに思いますが、 しかしですね、まあ、ワクチンはですね、そもそも中央のワクチンは効果ないので、しかしですね、最近そういう抗議とか、やはり批判する声が多くて、オープンにしろという声が多くてですね、やはり無理であって、中国政府としてあまてて全国オープンにするよと発表しました。まあ、これからですね、中国の各地域において、そういう感染者は増えていくというふうに思います。しかし、 いつピークになるというのは、まだわかりません。そして一つの季節でもあるんですが、まあ、時期ですね。2023年、中国の春節ですね。1月の21日の夜、あるいは1月の22日からなんですよ。中国の春節ですね。まあ、感染する範囲は広くて、感染者の数はかなり増えるというふうに予測できます。また、ワクチンについて、 ま彼はですね、先生は少し触れました。良いワクチンではないんですが、あのこれは中国のワクチンという話ですが、でも予防接種を受けて重症にならない可能性は高いんです。ワクチンを受けても感染しないことはないんです。でも感染して免疫力が強くなりますので、そういうふうに言っていました。そしてピークを迎えることについて話をしました。 早くピークを迎えると、早く落ち着く。でもピークとなってくると、医療機関がパンクしてしまいます。医療機関がパンクしないように調整しないといけません。そういうふうに言っていました。これでわかるのはですね、中国政府はまだ準備できていないんですよ。それでも、オープンですよというふうに宣言しました。やはり最初はですね、やはりオープンするつもりはなかったんですね。 私はですね、準備できていないと言いますが、本来であればですね、準備やはりすることですね。それも先進国、あるいは日本ですね、やっていますので、一つ有効なワクチンですね。やはり海外から買いますので、それはあるとないとやはり違います。そして、あの、医療機関、あるいは医療資源、あるいは薬ですね。 これも大事でしょうというふうに思います。有効な薬ですね。中国の効果のない漢方薬はいけないというふうに思います。意味はないんですね。まあこれはですね、やはり先進国たちが先進国の政府ですね、準備してきましたので、あるいは先進国の専門家とか、みんなアドバイスをしていて、考えてやってきたんですね。なのでみんなウープンとなりました。現在ですね、中国では 3歳以下、そして80歳以上の方だけですね、入院できるようにしようというふうに聞いております。ただし、まあ、がんの患者さんとかは入院できますが、これはあくまでも感染したらの話ですね。そして、つまりですね、60代の方は感染して入院は厳しいんですね。 やはり80歳以上っていうことですので、まあ、中国はですね、大体政策が先なんですよ。政策が決めて、それから実行していきます。そのラインですね、絶対設定するんですよ。やはり中国は計画経済っていう、まあ、本質ですね、やはり残っていますので、具体的にしっかりとしたラインですね、引くんですよ。それを引かないと、あの、臨機応変となってしまうので、臨機応変というのはですね、 計画経済、あるいは社会主義ではないんですよ。なので、中国政府はしっかりとした数値を決めるんですよ。現在はですね、3歳以下、そして80歳以上の方だけに対して入院は可能ですよ、というふうにしました。これはですね、中国政府の特徴ではあるんですが。そして、全国のオープンだと言いますが、一部の地域はですね、そういう抗議の活動で、 オープンとなっている都市もあります12月6日から中国のホテっていう地域ですね、今は話題となっていますので、熱出る人が多いんですよ。そして、1人ではなくて、世帯ごとですね、1つのファミリーですね、全員熱出る人が多いんですよ。そして、多くの団地の警備員も感染して、熱出ていますので、団地の掃除はできないんですよ。そして、 ダウンチの門のですね、スケビンもいないですね。そして薬局はですね、休みどころが多いんですよ。まあ、原因としては薬局の従業員ですらもう、まあ、感染したんですね。なので、正常の営業はできませんので、薬不足となっています。ダウンチの政府も運営できていません。公務員も熱出ていますので、そしてみんな薬を買おうとしても買えない状態ですね。なので、 風邪の症状でもあるんですが、やはり大変です。そして、北京市の施策ではあるんですが、病院は診察しています。患者さんの情報ですね、国に対して報告するというルールはあったんですよ。これからは不要ですよと。つまり、患者さんの追跡はもうしませんということです。これでわかるのは、北京市の政府も、これから北京の感染者がですね、 増えていくと心の準備はできています。これからですね、中国はオープンとなっていきます。感染者はかなり増えると思います。これも専門家が認めているんですが、しかし中国の政府、あるいは地方政府、あるいは団地の政府ですね、まだ準備できていない状態なんですよ。なので、例えばですね、感染しました。外出はできませんよと言われます。 食料についてどうするでしょうかそういう制度がないんですよ。そして、さっきも動画で話をしましたが、病院に行くのはいいんですが、でも、今のところですね、あの中国では、子供ですね、学校、幼稚園とか、中学校にしても、小学校にしてもですね、高校にしても、大学にしてもですね、陰性証明書がないと、うん、学校に入ることはできません。なので、 朝の5時ですね、ものすごい人並んでいますので、PCR 検査ブースの前ですね。そして大人も多いんですよ。どうしてかと言いますと、病院に行きます。病院に行くのであれば、陰性証明書が必要なんですよ。なので、実際的にですね、PCR 検査は必要ではありませんよと言いますが、みんな受けますね。特に持病の方ですね、やはり通院するのに、 あの、病院入れるんですが、やはり PCR 検査の陰性証明書が必要です。それがないと入れませんので。しかしですね、非常に矛盾しているのが、例えば感染しました。そうすると陰性証明書がないんですね。そうすると入院とか病院に行くのはやはり厳しいんです。それが今の状態なんですよ。なので、3歳以下、80歳以上というルール、まあラインですね、設定したんですよ。 中国はですね、やはりそういう、まあ、癖というかありますので。そして現在ですね、全国的に薬物を異なってきていますので、これもまだ大変というふうに思います。なので、日本の方はですね、まあ私はずっと動画で話をしましたが、食料品ですね、できれば2ヶ月用意してほしいですね。少なくても1ヶ月ぐらいは必要ですね。そういうふうにずっと言ってきましたが、 これからですね、プラス薬はですね、必要というふうに思います。買えないので。そしてですね、まあ前の動画でも話をしましたが、中国政府はですね、例えば明日閉鎖しますと発表しますとですね、大体ですね、前日の夕方とか前日の夜ですね、まあ8時とか9時とか10時になって発表するんですよ。もうギリギリで発表しますので、 みんな慌てて家に帰るんですね。そこで、まあ、慌てて買い物、買い占める人もできるんですが、できる人もいるんですが、それが全く買い物できない人もいるんですね。なので、外出禁止となってしまって、家には食べ物がないんですね。本当にもう無茶苦茶でしたね。それが上海も同じでした。まあ、上海ですらあれだったんですね。なので、他の地域もっと大変だというふうに考えてほしいというふうに思いますが、 しかし、当時は閉鎖の時に、あの、無茶苦茶だったんですね。これからはですね、ウーポンとなってくると逆なんですよね。逆になっても同じく無茶苦茶になるでしょうというふうに思います。ただし、どこまで無茶苦茶になるのか、これはですね、また注目して皆さんに話をしたいというふうに思います。この動画はここまでにしたと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。